チェルベーテリはイタリア共和国ラツヨ州ローマ県にある都市でその周辺地域を含む基礎自治体人口は約3万8000人である古代にエトルリア人が築いた都市でローマ人からはカエレの名で呼ばれたエトルリア人が残した墓地遺跡は世界遺産チェルベーテリとタルクイーニアのエトルリア墓地遺跡群の構成資産として登録されている日本語文献では チェルベテリ、チェルベテリとも表記される。この都市を、エトルリア人は、シズラと呼び、ギリシャ人は、ガンマウプシロンラムダラムダアルファ、エイジラと呼んだ。ローマ人は、カエレの名で呼んだ。現在の、チェルベーテリの名は、旧、カエレを意味する、カエレビタスから来ている。13世紀にこの都市の住民が、新たに、新カエレカエレノブムを建設したため、区別するためにそう呼ばれた。 ローマ県北西部のコムーネ。チビカベッキアから東南東へ 27km、ローマから西北西へ 35km の距離にある。地域はティレニア海に面する。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。古代ローマと周辺の都市、チェルベーテリには以下の分離集落がある。チェルベーリ近郊にあるバンディタッチャのネクロポリスは、 地中海における最も壮大なネクロポリスの一つである。マリーナ・ディチェルベーテリエッキから地域鉄道網に接続していて、ローマからチビダベッキア、ピサ、グロッセートに向かう列車が行き交う。ありがとうございます。